来たんですけど雨で中止。でも今日は快晴、しかも2試合です。アメリカは試合前こんな感じです。笹本さんって、はい、なんていうのビデオコーディネーターの仕事をされてる方で、カブス何年？18年目なんですけど。すごいね、18年です、うん、だからもうここのことは彼に聞くのが本当は一番いいと思います。この球場ってどんな特徴があるか教えてください。いやもう風でしょ、この球場は、ね、こうね、旗見てもらったらあるけど、こんだけ風が吹いてるんですよ、ね、これが野手にとってプラスになるのかマイナスになるのか、うん、その日にならないとわからないっていうところですよね。結構好きな球場ですか？嫌いではなかったけど、でもなんかね、狭い、ピッチャーにとっては狭い、うんうん、まあ、あとは本当にだから古いです。100年超えてるのはボストンとここだけですよ、ね、それぐらい歴史のある球場です、はい、Fucking love this song! What's up, man? How you doing? Yeah, here we go. Yes!